このパネルは青山ガーデンリゾートホテルローザブランカが伊賀上の忍者フェスタを盛り上げようと企画したものです。高さ 2.2 メートル、幅 3.4 メートルのボードとその周辺には忍者をはじめ伊賀上野城、鯉のぼりなどをイメージしたバルーンアートが飾り付けられています。パネルの制作は名張市内を中心に活動するバルーンアーティストの福島さんと今井さんが担当。作業を行った4月30日は2人が約6時間かけて色合いやバランスを見ながらバルーンアートを飾り付けていました。このホテルでは5月2日から5日までの期間中、手裏剣打ちが体験できるコーナーや忍者餅つき大会など忍者にちなんだ催し物を行うということです。